タツリのブンブン守りライフへようこそ。ボスバトルブラボリョウです。カメちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで第1回両党何どういうこと、何なんだっけ、これ何ゲームって。いや、ボドゲをやるって言ってたじゃん。ボドゲだ、ボドゲーム大会それだけだ。楽しい日だ。そうです。もう俺のチャンネルだからちょうど採用されるぐらいの10日目じゃ絶対やらないラインでグッとハードル下げて、はい、ただただボードゲームで楽しんでいこうというわけなんだが、素晴らしいだろ。うん、ブックオフがさあるじゃん岡崎にもさ、うん、あそこに行ったらねもうね宝の山オアシス。へえ、ちゃんと楽しいんですか。はい、楽しいボードゲームじゃないと素晴らしくはないわけで。いろいろある。はい、いろいろ。あ、やったことあるやつじゃないの。今開ける。さっき買ったんだがな。パッケージで香ばしそうなやつと、まああとは普通にやってみたいなってやつちょっと買ってみたんで、はい、一旦ちょっとハードル下げ下げで。うわ、なるほどね。一旦ね、本当にで本当につまんなかったらつまんないって顔して。いやいや、そんな顔はできいや、でもそうか、そう、今回じゃあ厳しくつまんない時はつまんないって言うわ。そう、つまんないって言ってから編集でどうにか面白くして。うわ、もうそんなこと言われたらどうやってもつまんなかったって思われるじゃんか。まだわかんないからね。まあそうだ、本当に楽しい可能性もある。やってみるか。やってみましょう。よし。いやー、こんなに買って2500円だったもんな。安っ。一応ね、ちょっと、うん、香ばしいだろー。ブルー香ばしいだろー。いや、量好きかな、名探偵系と思ってさ。分からんけど。うわ、怖っ。普通にちょっと開けるからちょっと待ってて。待って、いくら。682円。いつのゲームですか。これは、はい、パッケージにはないですね。うん、でもエポック社じゃん。え、何それ。野球盤とかの会社。あ、じゃあもう間違いないじゃん。じゃあ間違いないか分かんないけど、ちゃんとしたでっかい会社ですね。でもこれ相当遊んでやるんじゃない。確かにこの箱の年金の入り方。そうね、なんかね、いろいろ揃ってないものがあるらしくて。探偵ノート使用済み。え、探偵ノートって使用されて大丈夫なのかこれ。まあよくわからんからやっぱ、うん、まあ開けようよ。はいはい。おお、香ばしい。不安な香りしかしません。すごっ、りょうさん。いや、わからんけどちょっとワクワクするよ。嘘、ワクワクしてる。あの、ほんと数字っぽいよ。こっからゲーム学ぶのなかなか大変じゃない。確かに。やってこいよ。やってこいよ。テストプレイだって。まあ任せます。一旦お時間もらっていいですか。うん。説明書文書すぎる。もうちょっと図にしてくれよ。ちょ、ほんと時間かかるこれ。いや、これめっちゃめんどくさいかもしれない。ちょっと挫折早くない。一回全部読んでみる。やばいよこれ。俺ちょっと鍋混ぜてくるから。ああ、わかった、鍋混ぜてきて。りょうさんのね、チャンネルの方で僕はあの料理をこれから食べるんで、まだちょっと全然わかんないですけど何が出されるか。はい、ということで次のゲーム。違うよ。何何違うってば。何、名探偵は難しい。何それ。文章読めない、あんなに。どういうこと。だってすごい文章奥でさ。本当にちゃんと読んだ。読んだ読んだ。どうだった。箱よく見てみたら説明レコード付きって書いてあって、説明レコードがないんじゃないかっていう。あの出落ち組なの、あの子。始球式、もう今完璧。じゃあもうちゃんと役目果たした。果たした。もう600円分も。もうさらに今回。はい、次のゲームです。はい、なんと空耳ーん。500円。お、安い。もうこれはおもろいと思ってる。3人から2人でも成り立つって。あ、本当ですか。本当ですか。これね、面白いんですよ。これはルール知ってんの。知りません。どういうこと。絶対にやったことある人の喋り方だった。ほら、うわ、見てよこれ。これかわいい。ほら、おかしな音になる楽器で演奏された曲の名前を当てるゲームです。カードの言葉と音のリズムをヒントに何の曲か答えを当てれば得点がもらえる図をたくさん集めて勝利を目指そう。すごっ。当てると得点ゲット。出題者もこれはおもろい音となるな。いいよ、持ってってスタジオに。やだよ。なんでこれおもろそう。これおもろそうだな、普通に。ね、なん当たりやん。読みゲーとかでめっちゃ盛り上がりそう。確かに。はい、男性ユニットグループ。いや、もうこれ一つでね、いけちゃうんじゃないかな。マジ？正直言って。すっごい有名な歌、多分俺が今からやる。じゃあ、それでやってみていい？マジ、絶対わかる。その音がどんな音奏でるかわかんないから、ね。確かに。え、マジ、未知だわ。はい。振ってみますよ。はい。じゃあ行きます。聞いてね。サビの部分からいきますよ。サビね。はい。
っと待って、むずそう、むずそう、めちゃくちゃむずそう。あれちょっと待って、これむずそうです。何さんのどうしたらいいんだこれ。えこれかちょっとやっていいで、やっていいで。オッケー、いくよ。一応答えます。一応どうぞ。キンプリシンデレラガール。残念。全然違う。嘘でしょ。そんな風に聞こえたこれ。それは少なすぎる情報が。確かにそうだな。もう一個ぐらいなんか。だってもう。あでもないのか。そうそう。じゃあこれ教えて。曲名の頭文字。はい。せ。いきまーす。はい。ねえ、ちょっとこれは違うって。もう一回やらして。え、こうじゃん。いける、いける、せーの。嘘、嘘、嘘、嘘だって。嘘って言ってほしい。え、今演奏してるの。今演奏してる。マジでそれでしかないでしょ。え、分かったって。分かりました。カメちゃん分かったって。え、本気だよね。え、聞こえるよね。もう聞こえますね。特にさ、特に最初が。あ、そう、最初、もう最初。天才だって、これでわかるのは。嘘だって。曲名の頭がせで、もうゆり、ジャニーズ。え、だから世界に一つだけの花。そう。え、待って。いや、でも俺今、その頭文字という情報とユニットグループという情報だけで当てたよ。確かに、ちょっとわかりやすい。確かに。え、待って、それを踏まえて今聞いてたのにわからなかったってこと。わからなかった。え、一回交代させてくんない。その気持ち味わいたい。えぐいよ。え、一旦ちょっと俺もそれ体験させて。これで分かった。分からないし。え、待って、クソゲーもしかして行き過ぎて。よーし。はい。これ何でもいいな。マジ何でもいい。何でもいいな。うん、当たるわ普通に。え、あ、当てる、当てる気。マジ当てる気でいる。マジか。でもちょっとむずめに行くわ。お、はい、わかりました。懐かしい。はい。曲名に花。ほう、曲名に花。じゃあ春。春。え、本当にある、そんな歌。待って待って、無限にある。無限にあるか、無限にあるか。怖い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 。スタート、スタート言って、スタート言って。気持ちが、気持ちが全然もう、気持ちが。え、サビから、サビからいく。サビからいきます。わかりました。いきます。はい、お願いします。ちなみに、うん、今の曲名何でした？説明詞の桜です。分かるわけないだろうが。桜舞い散るってやつだもん。うわ、振ってみな、説明詞の桜。よかった、ちゃんとね。キモすぎ。何をやっとんだ。残すところあと2つになりました。2連敗してるよ。2連敗してる。こっから2連勝できんのかって。しかし次のゲーム、はい、かなりお墨付きをもらっております。あ、ならいいじゃん。でしょ、はい、日本おもちゃ大賞2019年受賞。おお、絶対に面白いですこれ。これはおもろそうだわ。これは面白いです。ボルダリングレース、そのままですね。うん、1回開けていますけど。誰のお墨付きをもらったんですか。あ、このシールです。あ、そういうことね。はい。あー、そういうことか。カメちゃんがこれめっちゃ面白いっすよとか言ったわけじゃなくてね。あ、そうっすね。それは全くなかったっす。もうむしろこのシールだけで俺ら買いました。そうっすね。まあこれ第1回なんで、うん、第2回もね。まあ第0回の可能性ありますしね、これ。そう、プロトタイプの可能性。あー、おお、大丈夫かな。ストップウォッチもついてます。はい。じゃあ僕鍋混ぜてくるので、把握しといて。ちょっと把握しとくわこれ。うん、熟知しました。おお、これちゃんとゲームとしては成り立ちます。あ、いけそう。いけそうですこれ。へえ。まあ簡単に言うと本当にボルダリングをしてもらうだけなんだけど、うん、この黄色いところにまずこう手をねかけるわけさ、両方こうやって。うん、キョウちゃんこうやっていくとこの黄色が上がって動くよ、こうやってゴロゴロゴロ、うん、で早く上まで行った方が勝ち。へえ。ちょっとまあタイムアタックってことかなこれ。やってみよう。これ結構難しいかもしれない。最初はグー、じゃんけんポイ。
ああ負けちゃった。これからかよ。これ重要だな結構。外れたらもうダメなんだっけこれ。手が外れたらダメなんだって。外れるんだ。よーいスタート。あむずいんだ。あむずいんだ。いやーむずい。終わり。早いって、むずいですこれちゃんと。どういうゲーム性？何？これレベル3で一番むずいんだけど。俺レベル3で始めたの。なんかこの赤が取れんくて。ああなるほどね。これが取れたら簡単なの。はいはいはい。いいまあ、まだ。まあやってみます、ね。うん。いやマジむずいよ普通に。はい。じゃあ僕の挑戦いきます。はい。よふざけんな。あちょっと待ってくれ。むずすぎるだろ。むずすぎるだろ。一回上まで行けるかやってみてちょ。やってみて。ちょっと神先生こっから撮って。こいつの表情がマジいいんだわ。こいつね。こいつ。マジこれでも多分こっちから上げないといけない。でこういって。まんまここがもう一個上がってそうす。うわ、入んないのなんだろうこれ。こういうことじゃない？はい。でこういってこうじゃん。ここはいける。ここもいける。ここ入っ、うわっ。なんでこんな登れたの？うまかったじゃん。普通にボルダリングするだけマジで。手離れすぎるとここに当たっちゃうんで、なんかこういい感じにどっちがどっちの手が先、多分これだと右手先に行ってから左手で、このまま左手先に一回置いて、もう一回左手行ってあげて、そうほらほらいい、ほらほらいけんじゃん。このまま左手もついてってやればいいんじゃない？いいんじゃない？ここ、ここ、鬼門結構。つけて、うおー、ナイス！えい！超えた。下は、一旦青はそんなにハードル高くないはずだから。うわー！悔しい。あんまり。ラストだ。さあクリアしてくれ。クリアだ。焦ってる。慌てないで。ゆっくりでいいから。ここで行かないともうないこのゲームの未来。来た。でこう来て。え来たよこれ結構。来た。ちょっと待って本当に行かして。これ行くから。いけ。やったろこれ。おい。はあ！何してんだお前！バカ野郎！悔しいかもしんない。クリアできるぞ。いやおもろいよ結構これ。その辺はね、難なく。うん。いない。ここにいる。やばい。おっ。頑張ってくれ。頼むマジで。ここまで来た。ここまで来れば行ける。安心するな。え、そこの青でかくないのか。やばい、そう、これ超えるの結構パチパチ。超えれねえ。よし来た。あー何してんだよ。無理やこれ。この青しんど。この下も当たるんだね、うん、足とかもちょうどよくできてんだわ。打った人のステージ作りがめっちゃうまいんじゃないですか。確かに。だってこの段階ではまんないもんね。ほんとだ。ほらもうこんなになるの。ほら無理だ。これ3連敗ですか。3連敗ですね。3連敗ですか。これほんとにこれマジでこれもう持ってきました。マジで持ってきた。頼むわ。これ真打ち登場ですよ。これ来たね。やっとこれ激アツ。一番興奮した。フライト兄貴やりましたよね。もう完全にフライト兄貴です。ああ、
フライト兄貴のもう上位互換になれる可能性がある器。いや、フライト兄貴はあの兄貴だから良かったんだよ。やらしてくれ。これはドンキーコングじゃないのか。え、ドンキーコングは赤いネクタイがあるドンキーコングだから。あれ、しかもドンキーコングって書いてない。これ偽ドンキーコングゲームだよ。やばい、これいいのかな。これマジでこれバッタモンじゃん。ただバッタモンだね。明らかにこれドンキー意識してるよ。わからん。一旦中身見て話してもらっていいですか。俺いつもわけいかないな。お、新品みたい。新品みたい、綺麗だね。パッケージ見てもらったら分かる通り日本語がなくてですね。いや、これマジでフライト兄貴じゃん。うそ、これドンキーコングにフライト兄貴の内容パクってたとしても最悪だよこれ。パクリ&パクリ、パクリ&パクリだよこれ。準備できた風。できた風です。こいつの向きが気になるね。絶対こうなの。絶対こうだよね。絶対こう。イラストもそうなの。なんで俺なの、こっち向いてんだろう。でもそこじゃないと入らないね。どういうゲームなんですか。一旦ルール説明すると、はい、このゴリラくんがくるくる回るらしいんですよ。偽ドンキーね。言わないで。うん、バナナを、うん、僕たちはうまくこうやってこのここを押してあげると自分のところに落ちてくるらしいの。あ、すごい、おもろ。タイミング見せるとこのコンボが当たって、うん、なるほどね。でもこれこの角度で届くのかね。一旦それも含めてやってみます。まあやってみようか。でランダムでバナナポイントが1から4まである。へえ、これはもうランダム。なるほど、はい、やってみます。やってみよう。スイッチオン。おーおーおお。ちょっと待って。ちょっと待って。ああ、また、ほら、予想だ。なるほど。ランダムに動くんだ。そういうことだ。おもろ。あ、いや、届かない。おい、届かないよ。ああ、届いた。届いた。よし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 。これ、しかも落ちたら何回でも復帰していいらしいです。なんでそのルール。じゃあ、取れる必要ないじゃん。届かない。あ、届いた。来た。あ、なんでそこが飛ぶの。マジで飛んで。殴られて飛ばない。そう、いや。飛ばないよ。多い多い絶対多い。来ないんだって。こっちに、こっちに来ないの一回も。あ、終わった。終了。中継をします。一旦はい、私の得点15点です。僕の得点33点です。なんでだー、負けたー。引け引け、4連敗バーン。悲しいよ普通に。俺は嘘でしょ。嘘じゃん。もうちゃんとできたら面白くなかった。ちょっとりょうちゃん戻ってきて。はい、来たわ。治りました。来ましたか。もうこれ絶対抜けない。これいいね。きたー、あぶねー。よーし、よーし。改めましてだな。いいですか。いいでしょう。何ですか。何か言いたげでしたっけ。何でしょう。負けたら何かかなと思って。あー怖ー。あー怖ー。いや、カジュアルでいいよ。カジュアル、カジュアルでいい。一番カジュアル、うん、一番カジュアルだと何がある。一番カジュアルだと、うん、この後、はい、俺の動画で俺の飯を食って、うん、その後に満腹屋。いや、だからさ、本当にやだ。ちょっと待って、俺、さっき満腹屋行ったじゃん。知ってる？俺さっき満腹屋行ってんのよ。知ってるから行ってる。あー、すっごい。ガチで岸田さん、車の中イライラしてました。お腹苦しすぎて。本当にイライラして、気が狂うのだった。マジで。その満腹屋も企画で行ったわけでしょ。はい。その企画上でも満腹屋にまた行くんだよね。行く。それがちょっと前倒しになるだけじゃん。はぁ、何も勝つムーブなんだろこの人。絶対に任せてやる。確かに受けてたと。しゃあ。急にムタついてきたわ。緊張するね。こうなってくると緊張する。マジ緊張する。え、本当に行かせたい料理。バトル。はぁ、外に出たのはなしか。入らん。来てる来てる。うわ、入んで意外と。うわ、よし。うわ、気
全然入らない。うわあ、終了。怖っ怖っ。あれちょうど、うわこれあと得点だ。これがまあ場外に出ちゃったやつ。あ、怖っ。カートル、うわ同じっぽいな。うわ、1枚目、ね、私の点数、はい、20です。僕の点数22です。嘘でしょ、もうなんでよ。イエーイ。ちょっと待って、俺の方が1枚多いじゃん。だって俺4が3枚、4枚ある。はぁ、最悪だって。4、4枚は量やん。全部に3と4、1枚しかない。よし、オッケー。今から飯食ってまずくやで。あー、俺ちょっと待ってや。しかもね、夏休みの満腹や深夜の方が並ぶからね。仕方ない、勝負だ。また険悪なので車乗るのやだよ俺。いや仕方ない。ということで本日は、はい、結局楽しい楽しいゲーム大会になってしまいました。楽しかったですね。やはり何かがかかるとゲームは何しても楽しい。そういうことなんですよね。そういうことが今日非常に分かりました。そしてやっぱり勝てないものには勝てない。これはね、もう本当に俺本当に勝ったと思ったもんね。この後も向き合いに行きます。ちゃんとこの後インサートに入れ込みますので、見て楽しんでくださいね、動画を。はい、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。第2回ゲーム大会でお会いしましょう。さよなら。いただきます。はい、おいしい。あ、やばい、ガッツポーズ低い。おいしい。作ります。